こんにちは。ねえ、なんか配信のなんか画面がまた新しくなったの？今離陸するところ、すんごい瞬間の方がいる。どこ行っちゃうの？そう、なんかちょっと微妙な時間に始めちゃってさ、そのお仕事の方とか多分学校の方がほとんどかなと思うんだけど、なんかちょっとすごい赤いのつけてみるね今日。急な挑戦タイム入ってもいい？あ、ちょっとやらかしたか、これやらかした。あ、ちょっと やらかした。あ、いける。ちょっと赤につけてみようかな気分で今。なんか、やっほー。あ、私はテロップに書きたいことがあるから、ちょっとあ、間違えた。おい、触ったら色全部口につけた、指につけちゃった。あ、お肉さんありがとう。なんか何か私のための今の画面みたいな感じになってる、もしかして。ねえねえ、ショールームさん、こうリップで唇で私のためみたいな感じになっちゃってる。やった、画面がちょっとなんかあれだから、赤リップとか塗ってみちゃったり。みんなありがとう。そうなんです、ちょっと夜にしようと思ってたんだけど、ちょっと夜できるかちょっと微妙なので、あの今ちょっとつけてみました。でも夜もできたらするわ。前髪がさ、何もやってないんだよねまだ。本当にあの改めまして、体育館ディスコ100万回再生突破しました。わーい。 MV がです、 MV が、体育館ディスコの MV が100万回再生を突破しまして、とても嬉しいです。私もあのたくさん見ているんですけれども、あのダンスバージョンも出て、プラスそのクロスライブで初披露してからの、多分皆さんが気になってくださった方とかも見ていただいたのかなっていう思いがありまして、本当に私が思っているより早く100万回再生を突破していて、とっても嬉しいです。そう、ダンスバージョンも MV も変わらず、ずっとみんなにたくさん好きって言ってもらえて本当に嬉しかったです。私もあのテレビでさ YouTube 見れるのあるじゃん最近。そう、うちのテレビもさ YouTube 見れるんだけどさ、それ大きいからテレビが、それで見てる。なんか自分のダンスこんな風に踊ってるんだなみたいなのをね、今になって結構思ったりとか。私はもうほら、もうイコノエジョイも決まったということで、イコノエジョイ T シャツ着てますからね、意識高めに。あのすごい本当冷房ごめんね、音大きいけど。ダンスバージョンのトリコなんかすごいさ、解説してくれてて嬉しい。解説じゃないけど、たくさん見てくれてるんだなって感じ。ダンスバージョンありがとう、みんな見てくれて。クロスライブで見れてよかったです。あ、ありがとうございます。初披露やばかった、嬉しい。初披露に立ち会ってくれてありがとうね。テスト頑張れた。あ、お疲れ様。えらいよ。今日メイク薄いね、なんか。なんか最近薄いのが好きなんだ。でもなんか、この試合も絶対決まってるね。ナスバージョン、こんにちは。
ニコノエジョイぜひ来てください。秋だからいつもより多分みんなそんなにあこう熱中症にならないんじゃないかなって。ナジージージャス着てるねえ。テレパシーってこと、合ってるのが聞きたい。どの部分が、どの部分が。この間スイパラ行ってきたよりこちゃん、可愛かった、ありがとう。肺活量大事、あれでしょう、アロイミルクティー。ほんと哲也さんも、東海オンエアの哲也さんも動画でおっしゃってたんですけど、結構あのこう顔赤くなるぐらい吸わないとね、タピオカ出てこないので、本当皆さんに肺活量期待グッズなので。私も行きたい。 MV100 万回すごい、ありがとう、嬉しい。でもあの私たちの力じゃなくて皆さんがたくさん見ていただいたおかげでのあの100万回なので、このままねディスコがね浸透して、もっともっとアイドル知らない方とかにまで届くといいですね。あ、そうだそうだ、結構イントロ、そうイントロは最初 JOY で始まって Just to be honest はニアリーコールですよ。ごめん、ちょっとなんか角でもいいんだけど、今これリングライトの間からタブレット見てるからさ、ちょっと6月22日にヤマハスタジアムでジュビロ磐田さんとセレッソ大阪さんの試合に歌唱パフォーマンスをさせていただくことになりましたので、6月22日予定空いてるよという方はヤマハスタジアムさんにお越しいただけたら嬉しいです。一緒にジュビロ磐田さんを応援しましょうね。とても嬉しい、初めてのこうなんていうの、スポーツのところスタジアムで歌唱パフォーマンスなのでめっちゃ緊張してるんですけど、とても嬉しいです。ぜひぜひ皆さんお越しください。詳細も出てますね。試合前とハーフタイムに歌唱パフォーマンスを披露いただき、スタジアムを盛り上げていただきますと書いてあります。のでお時間ある方はぜひぜひ、サッカーが好きだよって方とかも、ニュアジを知らない方も、ニアジを知っててサッカーあんまり詳しくないよって方も遊びに来ていただけたらなと思います。何披露するんだろうね、あんまりわからないんだけど、ちょっとだいぶ緊張しておりますので、今からっていうか来月なんですよ、思ったより。そう、試合前とハーフタイムです。で今詳細に書いてあります。そうだから今後の予定としては、このサッカースタジアムにての歌唱パフォーマンスと、イコノイジョイが決まってますね。私もサッカーの勉強をしてたくさんたくさん応援できたらなと思います。そう、勉強したい。本当あの私自身あれなんですよ、本当あの自分がやるのは本当にセンスがなくてびっくりしたんですけど、応援は好きなのでたくさん応援します。本当にセンスがないんです、球技のセンス皆無なので、
まあ、自分がね上手くなるというよりかは応援の練習というか盛り上げの練習を6月22日までに頑張りたいなと思います。ね、手使っちゃいけないの分かるよね。さすがにね、さすがになんか小学校でサッカーの授業とかありましたよ。ねえねえ、髪伸びたんだけど、すっごい、どうしよう、どうしようなの今。なんか髪の毛って言うとまいちゃんに怒れるんだよね。発音違うから、髪の毛だから、その言い方やだってめっちゃ言われるめっちゃ言われるから、まいちゃんに怒られる。髪の毛ね、どうすればいいのこの髪の毛、長いんだけど。だからといっても切ろうっていう感じはないんだけどね、あんまり切ろうって思ってない。なんかずっとこのままどうしようかなーなんて思ったりだからなんなら前髪まで伸ばしちゃおうかなってちょっと今思ってきてる。そう、でもちょっと迷うんだよね。ゴール前後半変わるかで、それ知ってんのよ。ちなみに開花させるものですよ。そんなに本当に開花するなんかまずそれもないのよ。その開花できそうなものもないんだけど大丈夫。こんにちは。ちょっと伸ばしたいの。でもなんかめっちゃロングにしたいわけでもなくて、なんか私ロング多分似合わない、めっちゃロングは似合わないんだけど、なんかここら辺鎖骨、ここに鎖骨、鎖骨ちょっと短いか、鎖骨より下ぐらい、ここら辺、肩、ここの肩ラインどう？ただなんかこう黒髪っていうのが結構あれで、なんか黒が結構なんていうの、なんかね黒ちょっと重いんだよね、なんか重くない？こんにちは。こんにちは。サッカーボール回す、やばい。エラーボールみたいに言うやん。そう、イコノイジョイもあるし、髪の毛のアレンジしたいのよ、最近も。髪の毛のアレンジ、やっぱさ、これぐらい長さだとさ、なんか例えばハーフツインとか、ハーフアップとか、それこそ、結ぶ、あと、ツインテールっていうツインテールもないでしょ。あんまあのチビツインが似合わないので、ディズニーみたいなね、この間の昨日レノンが乗っけてたけど、ディズニーみたいな特別でなんかそのあの日のディズニーは、私はレノンと行ったディズニーがなんか海外のディズニーの夏みたいなのをちょっとイメージをしたから、なんかスニーカーに靴下履いてちょっとカジュアルっぽい T シャツ大きめに着てみたいなイメージで行ったからツインとかしたんだけど、普段しないやん。そう、あの日のさ、レナとのディズニー超楽しかった。こんにちは。レイヤーカットしたいね。私ハッシュカットしたくて。どう？ハッシュカットめっちゃ好きなんだけど。お、こっちにあるよ。あ、ここなんかいっぱいある。ライオン期よりちょい短め。そうね、ライオン期よりちょい短めいいね。そう、ちょっとね、外ハネリコちゃん、外ハネ今結構全然できるよ。なんか最近やってないけど、今日もねこれ結構なんかちょっとシャワーは浴びたけどアイロンとかしてないから、なんかねうねうねすんのよ私。そう、さっきシャワー浴びて
ょぼそぼそでしょ。だからタイありがとう、ありがとう、さきほさんありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今週月曜日朝骨折して水曜日の、あれ大丈夫ですか、どこを骨折しちゃったのかな、無理しないでくださいね、あの直すのを第一優先にね。海外のディズニー行ったことない、行きたい、てかその海、え、ディズニーがある海外、ディズニーのある国に行ってないのよ海外。私カリフォルニアディズニー行きたい。ヤス、ありがとう。逆でやってんのはずいね。100万回リコちゃんの素敵なダンスに取り込む、ありがとう、たくさん見てね、こんにちは。ザビエル並みに布教活動頑張ってるけどみんな巻いてるリコちゃんが気に入ってた。ザビエル意識の歓喜のポーズ、ありがとう、本当に巻いてる。ここでもとりあえずディスコで一旦内巻きは終わりにしようかなっていう気持ちでいます。今お菓子持ってきましたすいません、フィナンシェを持ってきましたね。え最悪、なんか開けるとこ間違えた、開けるとこ間違えてフィナンシェボロボロ、ちょっと待って、間違えた間違えた、えどうしよう、こんにちは。仕事中だけど見に来た、大丈夫、え大丈夫な感じ、それは。お疲れ様、炭酸ミサイルさんありがとう、ありがとう。上海上海ハニーと、プルプルリップかわいい、嘘、ありがとう。今日はなんかショールームさんが唇になってたので赤リップ塗りました。ルージュアルルラック80番、シャネルのこの80番、結構なんかね割と赤いのに、このリップグロウオイル、これはディオールなのかな、のグロスを塗るとこうなります。ズンちゃんがくれた、ズンちゃん、ズンちゃんマレーシア行っちゃうから、これズンちゃんがずっと日本にいるっていうこちらです。カリフォルニアディズニー行ったことある、いいな、結構あれ1日じゃ回れない感じぐらい大きいんでしょっていうの聞いたことある。そう、おやつの時間ごめんなさい、普通に食べててすいません。今日あの朝ごはんっていうか朝食べてないんですけど、昼頃にパン食べたんですね。あのそれで今これフィナンシェ食べて、あの今日小麦しか取ってないんですけど大丈夫ですか、本当に小麦って、小麦しか食べてないんですよ本当にさ。野菜食べよう、でもなんかねパン、朝のパンにねなんか照り焼きサンドみたいなの食べたんですけど、朝のパンじゃないっつうの
昼のパン。ねえ、濃い。そう、照り焼きサンドになんか一応なんか葉っぱが入ってました。通所会で可愛いって言ってもらえるようにリコちゃんたくさん見てメイク頑張ってる。え、もう頑張ってるのが可愛いよ。すでになんかその頑張ってる姿ってのがほんと一番可愛いから大丈夫。リコちゃん自分的には今の髪の長さちょうどいい感じ。え、すごく微妙。なんかちょうどさ、寝癖がさ跳ねるのよ。これ跳ねるの、扉跳ねんの、こう外にこうやって なんか短いならもっと短い方がいいし、長いならもっと長くないと、なんかちょうどなんだよね今ね。もうしょうがないんだよね、ボブから伸びる時期ってね、絶対こういう時期があんのよ。今授業そっちのけでリコ見てる。大丈夫そう。何の授業受けてんの。あ、ちょ、大声出していい大声出していい、本名で。こんにちは。スーパーリコタイム。止まれない中の君はミラーボール回る。大学生の方多いね、こうやって見るとね。こんにちは、初見です。こんにちは。転職活動の息抜きに来ました。毎日お疲れ様。大変だよね。頑張ってね、息抜きしつつ。フィナンシェ美味しそう。なんかフィナンシェ好きなの。ディズニー好きなアトラクション、うーん、割と C に行くことが多いんですけど、 C は必ずインディーに乗ります。私ちっちゃい頃からインディージョーンズの乗り物がすごく好きで、あとタワテラですかね。あとシンドバッドもちょっと休憩したいなっていう、ちょっと歩かずゆっくり見たいなみたいな時にこうシンドバッド乗って、あーこうダダダダダみたいな感じのやつを見てます。ランドはスペースが好きだったんですけど、最近行ってなくてなくなっちゃったんですかね。あのスペースが好きです。割と絶叫系が好きなのでスペースが好き。あとホンテッドマンションみたいなやつ。こんにちはシャネルの女だ。え、全然何個かしか持ってないの、ごめんね。頑張って自分でシャネルのリップ買うぞと思って結構緊張してシャネルの店舗に行って、慣れてないからなんか何お探しですかとか言われて、あ、あのシャネルのとか、もうもともと欲しいものはさ見てくのよ。そんなその店舗でこれとこれとこれととかそんな無理だから、これが欲しいんですけど緊張して買うっていう感じ。てるてるのね、いいよね。みんな使ってない？リコタン超可愛くて苦しかった。苦しかったの？可愛いね。息してる？ちゃんと今。ケイありがとう。ありがとう。フェイスラインないです。最近あの、ここがちょっと消えかけて。ミューイングするといいって聞いたので、こうやってミューイングずっとしてる。でもつらい、ミューイングずっとしてる。ねえ、私さ、どこ読んでんのコメント。今羽飛びっていうコメント読んでるんだけど、羽の扉って言ったの結構前だよね。体育館ディスコずっと口ずさんでる。かわいい。体育館ディスコどこが好きなの、どこ歌うの。私急に体育館ディスコで歌っちゃうところってあそこなの。フェンソングが頭から離れなんか、私歌割りでいつもプリプロした時にここ歌いたいなみたいなやつって全部の曲にまあちょこちょこあんのね、まあ、ここだけは歌いたいみたいな。今回はフューソーグ
feel so good だけ、そのこれが青春とかじゃない、 feel so good ってやりたかった、歌いたかったんだけど、あのまさかの全くかすりもしないですね。その後のダンスでした。でプリプロだと、とか当初ではフェイクの予定っていうのはなかったんですけど、なんか本レックの時にフェイクがあるっていうのを聞いて、おっと、現在仙台市、元埼玉市民、あら何か縁を感じますね。右側の髪の毛外はね、え、やばいよ私こうなってる、いつもメイクさんがいつも笑ってる。今日休みなので撮影写真の現像してます、ありがとうございます、ありがとうございます。シンドバッドね、寝てる時もあります、たまに気づいたら。インディーはなんかテレレテーテレレテレレテーテレレレレシュワ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 ヤーみたいなとこが好き。なんか途中でなんかちょ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 みたいになるね。あっぱれでレノンディズニーの話、嘘聞きたかった、レノンめっちゃ楽しそうだったよ絶叫系無理やり乗せたから、なんで乗んないの、乗ったことないのに怖いとか言わないでくれってすっごい強風だったのね、あの立てないぐらいの強風で、あのだったのよあの日、本当にびっくりしたとこがある、びっくりしたのよマジで、もう本当にこう強風で、そこで外で15分20分ぐらいレノンと討論して、夕方に寒いのになんで飲んないのとか言って、無理やりやから無理やり無理やり、いいよじゃあ別にセンターでもいいよでもいいんだそれでとか言って、私めっちゃ詰めて、いいよ別に選んでいいよ、私はどっちでもいいよみたいなこと言って、頑張る頑張るタワテラ頑張るとか言うから、じゃあ行こうや帰ったら、もうリコの肩こうやって掴みながら、やっぱ無理やっぱ無理いいねえ、やっぱやめよう、やっぱ無理いくついや違うんだよね、絶叫系苦手な方は苦手なんだよね。でレノって浮遊感が苦手なのよ、だから結構センターとかレイジングとかも割となんか最初は怖がってたんだけど、割とジェットコースターだから、そのフリーフォールみたいなさ、タワーテラとかってさ、なんか浮遊感じゃないですか、ここ浮くやん、それが苦手な方がね、それレノンに限らず絶叫系苦手な子って多分それが苦手だから、そう考えるとまあ確かにタワーテラはちょっと怖いかもなって今思うね。でもその時はもうの無理やりにでも乗せてやろうっていう私の意地悪魂胆がもうすごかったので無理やり乗せたんですけど、知ってる、なんかね、あんなに声がってたのに終わった後、え、案外いけるじゃん、え、案外余裕なんだけど楽しいはお前さって感じになった、びっくりした、何の音、え、ちょっと意地悪だったなって思った。労働ご足、あ、お疲れ、はじめまして。3分後ですわ、お肉さんが送ってくれた時間を見ると3分後にコメントたどり着いてます。途中一列になるところ、おのおの好きなポーズ撮ってるの、うん、あれはショーが始まるよは、そう、あれ好きなポーズ撮ってて、座ってもいいし立ってもいいし何でもいいのな、そこ全員立っててもいいんだけど、私だけこう座ってて、なんかこれからニアジョイが行くぞみたいな感じで、私はなんかこういうことやってるのよ、なんかこういうのでもいい、何でもいいんだけど、そう、葵とかはもう可愛くクマさんしてたりとか、ニアジョイが前に進むぞっていうポーズをおのおの撮ってます。あ、足が擦れた音、ごめんねごめんね、足が床に擦れました、ごめんなさい。一応ね、こういうのは言うとかないとね、あのあらなるからね言っときますけどね、
足が擦れましたからね、ごめんなさい。こんにちは、こんにちは。フェイクやばない？いや、かわいい、ありがとう。うそ。フェイクはリハからマジで緊張してて、ずっともうリハの時もなんかカメラとか見れないのよ、フェイクの時でもずっと上向いちゃってたもん。イエーイ。うちらなら世界中がディスコ、イエーイ。はっはっ、ジャスツビー、全然本当に違うのね、どうしよう。ララララララ全然音程違うの、え、どうしよう、全然違う、待って、分かんなくなっちゃったもん。マジカでリコ見れた、本当にあのさ、練り歩きっていうかすごかったよね、めっちゃ近かったよね、距離ね、クロスライブ。リコちゃん見て気になってる、え、ぜひぜひぜひ好きになってください。こんにちは、こんにちは。ダンスバージョンって何回も撮ったやつをつなげて MV 完成した。ダンスバージョンはそう、ダンスバージョンのためのやつは ぶっ通しで踊ったんだけど、ぶっ通しで4回5回ぐらい踊って、 MV とかはいろいろ踊ってます、何時間も踊ってますね。そこのプシュプシュ、え、マジでインディー、そう、私全部当たりにいってるわ、わざと。かわいいよね、レノンちゃん、レノンちゃん次絶対富士急でめっちゃ怖いの乗せてやろうって思ってるこんにちは。いや、まあたまってな、怖い方は怖いと思う。気づきになって初めてたくさん話してるとこ見たけど、リコさん話してる気になってる方が私の話し方見たら嫌になっちゃうかもしれない。ありがとう、うるさいのいつも、本当にありがとう。言葉遣いがやばい。タイムカプセルコメント、私さ、タイムカプセルをさ埋めたのよ、小学校1年でもすぐ話変わるね、ほんとごめんね。タイムカプセルを小学校の頃にね埋めたことがあるのよ、小学校1年生ぐらい時に、友達の家の庭に埋めたんだけど、小学校1年生か2年生ぐらいの時に。あ、めっちゃ嘘やわ、小学校5年生だ、小学校5年生の時に埋めたんだけど、その時に20歳に取り出そうっていうタイムカプセル埋めたのね。なんだけど、その子が中学校3年生ぐらいに引っ越したのよ。で、家が建て壊したのかどうなってるのか、そのまま売られてるのか分かんないんだけど、なのに知らん人の庭に私の10歳のタイムカプセル埋まってて、なんかプリクラとか入れたんですけどもう今年21なの、大丈夫そう。そのじゃあ、その新しくそこに住んでる方が追い返しても誰みたいな、誰のどこの子供の10歳の写真庭にあるんっていうさ、めっちゃおもろい誰やねんじゃん、もう普通に女の子2人の手紙元気ですかみたいな手紙やばい。でも取り行けない、恥ずかしくて、しかもでも 誰が住んでるか分かんない、庭掘ってもいいですかはやばいやん。気分で解体できるよあそこ。なん、もうほんと何分コメント遅れても私何の会話が分かるかな。そう、指ハートありがとう、こちらこそ。お昼にリコちゃん写真見てなんとか実習、えらいえらい、こんにちは。すごい、初訪問ってめっちゃ出てくる、お昼だからかな、お昼にしか見え、お昼っていうか、まあ、お昼でもないか。こんにちは、
避けるの？避けちゃうの？本当にさ、すぐ話変わるよね。待って、タブレットの充電が 10% なんだけど、何事？ちょっと待って、まずい。タブレットの充電結構命。あれ？やば、ブレイキングとかブレイキングダウンの対戦カードまだ見てないわ、ちゃんと。うるさい女大好き、やばいね。そうなの。だからさ、誰かの、そう、みんなが住んでる、もしかしたら庭に私の10歳の頃があるかもしれないとか。庭見てきて。眠り続けてんだよ、もう。何に、なんかさ、プラスチックの箱みたいなの入れたから、もうもしかしたらないかも、なんか溶けて。少女漫画かな。埼玉県民、ちょっとよろしくね。ガラ割れ、そうです、ガラスを割れ歌わせていただきました。ティフ、ありがとうございます。すごい、結構前からニアジュを知ってくださってる。こんにちは。久しぶりにオンライン行く、嬉しい。何してたん？いない間。はじめまして、通称とかだけど大丈夫かな。ねえ、何を心配してるの？全然嬉しい、ありがとう。何も心配しないで。ねえ、全員初訪問って出てくる。すごい。こんにちは。ブレイキングダウン見てますよ、全部。一から。これからマック行くけど、なんかいる。ポテト L とマックシェイクお願いします。最近でもダブルチーズバーガー好き。ダブルチーズバーガーちょっと結構ハマってる。ダブルチーズバーガーってあんな美味しいんだと思って。もともとハンバーガー食べなかったから。チョコチップクッキー食べた。いいな。私さ、あのセブンに売ってる、なんか SNS か何かでバズってるやつ好き、あれ。こんにちは。早く埼玉市に帰りたい。本当に。こんにちは。お初です、こんにちは。キッチンカーで初めましてだったけど、通常の時わかるかな。そしたら言って、キッチンカーの時初めた、プシュプシュともどうですって言って。田淵、え、バーガー食べるの珍しいでしょ。最近なのよ、バーガー食べるようになったの。こんにちは、初見です。こんにちは、初見の坂田。田淵のイントネーション、まいちゃんに教えてもらえな。え、違うの？ダブチ、ダブチ、ダブルチーズバーガー、ダブルチーズバーガー、ダブルチーズバーガーだよね。ダブチだよね、ダブチ、チキチーみたいな。え、時差追いついてんのよ、結構今。そう、自分がね、自分ばっか話してるとコメントがこう上に上がんないのよ。なんか上がんないから遅れるんですけど、こうスクロールしつつ話すと追いつくんですよね。でこう初見さんすごい出てきて、コメントとコメント、コメントとコメントの間がこう、何々さん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 で、コメントがちょっと難しい。やっぱ私カラコンしない方がいいかも。
今日本当にメイク薄いかもしなく、なんか薄くない？こんにちは。クロスライブでニアジョイちゃん初めて見れて一瞬でリコちゃん好きになった。ありがとう、ありがとう、ポン、嬉しい、好きになってくれてありがとう。ダブチダブチダブチむずい、ダブチマクド、それ関西で、マクド、マク、あ、マクド、マクドって言う？マックじゃない？だから分かんないんだよ、関西の方がマクドって言うから、これマックじゃない？ねえ、むずい、分かんない、ダブチって言われてもそんな違うの？舞ちゃんに怒られる、そろそろ。あいてててダブチ、ダブチ CM 見てみたんだけど、ダブチの、あ、ダブチ CM 見てみたんだけど分かんなかった、面白い女すぎるだってそんなことあんま言われない、ありがとう。カラコン今しないです、なんか休みの日はカラコンしてなくてライブだけしてるんですけど、なんか七香さんにも相談したんですよね、だからカラコン七香さんされてないことが多いので、どう思いますかね、カラコン。ハイライトはディオールのあの4色入ってる、あのなんかみんな持ってるやつなんかここにこうそう入ってるやつ、抜け感あってかわいい。本当今日のメイクなんかね、アイシャドウしてないかも、そう、まつげとここの粘膜のここのアイラインを塗ってって感じ。K ありがとう、わありがとう。メンバーどんどん関西弁が混じってきてる、本当にレノンとマイちゃんとアリスが強烈なんだもん、だってずっと、そうここのハイライトがある、ハイライト大好き。最近高橋元気、高橋元気、元気、え、なんでなんで SNS やってるよね、ショールームしてない、全然元気だよ。お揃い、ここにもね一応ハイライトのせて、全然わかんないね。こんにちは、こんにちは。地域の違う関西弁、そうだね、そうなんだよ。まゆちゃんはあれだしね、兵庫だしね。授業終わったお疲れ様、え、待ってコメント追いついてる、みんな元気ですよ。結構でも最近みんなショールームしてないけど、みんなお休みの時でもみんな何してるかは知ってるんで、そう、何してんのって、
だからまあ元気なんじゃないですかね多分。クロスライブの時はみんなこう体調悪い子も特にいなく迎えられたので元気でしたよ。ねえ寒い、私が冷房を自分でつけてたからそれ寒いわ。そう優香毎日してるよね。割と全然元気で毎日メンバーといたので、そうそう、って感じですね。逃げろやばいね、コメント逃げろやばい、絶対鬼ごっこやん勝手にな。位置情報共有やばいね、さすがにしてないさすがにしてないけど、どうなの、あれ電話番号持ってたらさ iPhone を探せみたいのでさ位置はあっち買っちゃうのかな。今日めっちゃ噛むね、どうなの。別に iPhone じゃなくて電話番号を交換してても特に iPhone 探せ探すかそっかそっか、設定温度今25度だったんだけど強風だった。風向きはね自動にしてたかな。どうなんだろうね、だから電話番号を持ってるメンバーとかだと位置情報分かっちゃうんかな。あんま位置情報をオンにしてないからあれだけど、そう番号を知ってる子もいるからさ、あと10分ぐらいでしようかな配信。フェイスタイムできんの？マジで？フェイスタイムのアプリまだ入ってるかな？レノにフェイスタイムする？じゃあ今度いきなりリコちゃんからのフェイスタイムってめっちゃおもろくない？10分ぐらいで配信するのやばいね、今までの何だったん？10分ぐらいで配信終わりにします。そんなにいいんですか？当たり前でしょ。てんてんてんてれんて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 れんて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 ん、これレノンとさ覚えて、初見です、やっほー、初見です、やっほー。どうしてそんないい女なのやばいんだけど、これがさここのさこのボサボサな髪の毛で全然メイクもあれ、どこの様子で思ってくれたんだろう、嬉しい。おみんさん教えて、フェイスタイムの音違うのにね、しかもね、クロスライブ3回の端っこにもいっぱい手振ってくれて嬉しかった。当たり前でしょ、どこにいたって関係ないだからね。数秒しか見てないの、大丈夫、あと10分ある。やっと家着いた、おかえり。みんなお出かけというかお仕事だったんだよね。ちなみに
ここだけの話なんですけど、今日てか昨日の夜携帯見てたんですよ。普通にずっと携帯見てて、 YouTube とか TikTok とか見てたのね。アマプラとかネットフリとか。そしたら気がついたら、なぜかカーテンから明るい光が入ってきて、あれ？どうして明るいの？まだ深夜1時ぐらいのはずじゃないかなと思って携帯を見たら5時。え？5時？マジで？ガチでやばいやんと思って。いやでも眠くないしなっていう話これなんかめっちゃさ、すごい引き伸ばしていったんだけど、普通に5時まで起きちゃったっていう本当話のくだらない感じでなんか長くしてごめんなさい。授業戻りたくない？偉いよ、授業受けに行ってるだけで。え、何5時って？びっくりなんですけど。え、だってもう普通にね TikTok 見てたとか YouTube 見てたりとかしてたのね。え、そんな時間経った？っていうぐらい。やっぱりそう、ひろねこさんありがとう。結婚しようね。冷や汗止まらん、ごめん。私もなんか汗止まんない、暑くて物理的に暑い。そうなの。大丈夫、私もパンダの動画見せたら一日終わってたことあるから。それやばくないそれやばない、大丈夫そう。でもパンダ見せたらね、自分のパンダかと思ってきちゃうよね。だからあるよ、そういう時ある。パンダ見せたら私もパンダかなと思って、パンダみたいにこうゆっくり動こうかなと思ったら一日終わる。確かにそういう時もある。いや動画系ね、まあ、TikTok のおすすめがさ、これ以上おすすめがありませんって出てくるんだから、こうやってやりすぎて。ねえ、なんでそんなみんな突っ込むの？ねえねえ、ないやろ、ないだろ、ないな、はないよ、ねえさすがにないよ、言い過ぎだよね。みんなさ、そう、でも永遠に見れちゃうよね、本当に。寝落ちっていう概念が私ないので、寝落ちがないんですよ。そう、眠いって思ったらこう携帯置けるから、目つぶって10分間ぐらいはなんかいろいろ考えてる、考えてから寝る。ないやん、さすがにないよね。ごめん、間違えた、間違えた。おすすめ尽きるのよ。アイドル見てたらアイドルになれるのか。そう、アイドル見てたらアイドルになれる。それ気持ちの問題だから。怖い話流したらマジで15分寝れる。本当？それこそ昨日ずっと怖い話聞いてたらさ、寝れなかったずっと怖い話見てたら怖い話しか流れてこなくなっちゃって、ちょっと怖いの見てた。怖いの、怖いって言っても、ま、なんか3分ぐらいから割と40分ぐらいの怖い話とか聞いてたらなんか面白くなっちゃって、どん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 続き見てたら本当寝れなくなっちゃって。怖いっていうかね、面白いっていう、私好きなの。怖い話好きで、
TikTok でなんか怖い話を語ってる方が15分ぐらいの怖い話語ってる方がいて、私の見てる YouTube でなんか怖い話を40分ぐらいの怖い話がなんか載っけてるものがあるんですよ。なんか載っけてる YouTube みたいなチャンネルがあって、そう、それはなんかレノンが教えてくれたのでそう、レノンのおすすめでチャンネル登録して見てます。そう、でもみんな寝てるからさ、誰からも連絡とか来ないわけよ。もうその4時5時になると普通にもう一人で楽しんでるっていうだけです。一人の時間を堪能させていただいてます。ということで、もうすぐ終わりにします。メンバーから電話来ない、誰もかけてくれない、私からはかけるのに。ねえ、私ばっか電話かけて、あゆみん電話出てよあゆみん、電話かけるとき2週間前に言ってほしい。最低でもねえ、話す余計ないわそんな。みんなお仕事頑張ってね。ちょっと誕生日見ますね。13位カズタカーさん、12位ケテンさん、11位ショゴさん、10位ヨタ、9位ズ、8位いちご姫、7位タイ、6位ヤス、5位ヒロネコ、4位タンサミサイルさん、3位お肉さん、2位サキホさん、1位ケイ、ありがとう、ありがとう。午前中お仕事だった方と学校だった方お疲れ様ですし、これからお仕事です、学校ですという方も頑張ってくださいね。みんな頑張れ、私が一番応援してるし、私と一緒に頑張ろうね。頑張れっていうか頑張ろうね。でも今日金曜日だよ、みんな、みんな金曜日ね。ちょっとさ、早い早い、みんなちょっとさ、最後喋らせて、そのありがとうとか、頑張ありがとうねとか、頑張ってねってちょっと喋らせて、ごめんね。まあお仕事行く方はお仕事行きなさいよ、本当に。もうこれは私の配信とか見てる場合じゃないからね普通にちょっと喋らせてみんななんかもう壇上読んだらバイバイとか早いから、私よりも早いから、こうテンションがこう冷めるのがね早いのよ。そうそうそう、びっくりしちゃうから、今びっくりした、今私よりもみんな急にいなくなっちゃうから。今日増しておもろい、やばいね。じゃあ多分ね、夜じゃないからね、こう眠くないのかもしれないんだよ多分。でも私そう、それこそ夜にもできたら嬉しいので、夜できるかな、ちょっと微妙なんですけど、夜できたら、夜そう昼行けなかったって方もいるかもしれないから、夜できたらなっていう気持ちではあります。プラス改めまして、皆さん本当に体育館ディスコたくさん見てくれてありがとねありがとね、本当に今回こそ本当のバイバイです。皆さんこの後も頑張ろうね、一緒に。もうないですよ、もうからのもないです、本当にバイバイ、皆さんありがとね、バイバーイ、見てくれてありがとう、バイバーイ。